ナンバーアンダーラインアイの真実「l ルジャポンで明かされたメンバー間の深い絆と驚きのエピソードエンターテイナー平野翔の裏側メンバーが語る意外な一面ナンバーアンダーラインアイの物語は音楽の力と友情の絆を通じて語られます彼らの最新の活動は28日発売の「l ルジャポン8月号特別版で初めてカバーを飾ったことから始まります この特別版には、ハイブランドのプレフォールコレクションを着用したモダンカジュアルスタイルの A カラーバージョンと、モノクロ写真で彼らの端正な魅力を引き出した B ブラックホワイトバージョンの2種類のカバーが用意されています。特別版は通常版との共通ページに加え、8ページのグラビアと3人の定段形式のインタビューが含まれており、全13ページで特集されています。インタビューでは、グループアイ メンバー愛、そしてファンへの愛について語られており、彼らの飾らない人柄と互いを心から信頼する関係性が感じられる内容になっています。インタビューの中で、岸優太は平野翔について、彼は普段のトークでも現場でも、誰かを楽しませることが本当に好きなネッからのエンターテイナーと語り、また神宮寺優太については、冷静な判断力に助けられているし、 僕もこんな風に生まれたかったなって思います、と述べています。平野翔は、神宮寺勇太が、突拍子もないことを言った時に冷静な意見を言ってくれる人であり、岸優太については、いてくれるだけでその場が和むと語り、彼の存在がどれほど大きな影響を与えているかを示しています。神宮寺勇太は、仕事の合間に平野と共通の趣味について話すことが多いことや、 キシの独特なしゃべり方や言葉のセンスが好きだと語っていますこのようにナンンバーアンダーアダインアイのメンバーは互いに深い信頼と尊敬の念を抱いておりそれが彼らの音楽やパフォーマンスに表れています彼らの楽曲には常に彼らの思いとファンへの愛そしてメンバー間の絆が込められておりそれがファンに強く響いています彼らの最新のフルアルバム制作の発表やコーチェラへの出演など 精力的な活動はファンにとって常に驚きと喜びをもたらしています。ナンバーアンダーライン・アイの活動は、ただ音楽を作り出すだけでなく、ファンとのつながりを大切にしています。彼らはファンとの距離を縮めるために、デジタル限定コメントをたっぷり収録したアナザーインタビューを公開し、ファッション撮影の世界観を表現したスペシャルムービーも配信しています。これにより ファンは彼らの活動の裏側や彼ら自身の考え方に触れることができ、より一層の親近感を感じることができます。また、彼らの音楽には独自のスタイルと哲学が反映されています。アインシュタインの言葉、知識とは唯一経験から得られるものに共感し、彼らは自らの経験を通じて得たものを音楽に反映させています。彼らが歩んできた道のりは、彼ら自身の表現の一部となり、 それが彼らの音楽に深みを与えています。環境や感情によって影響を受ける人間の思考回路を理解しつつも、心の中に原点を持ち続けることを大切にしている彼らは、常に新しい表現を模索しています。彼らの音楽は、過去の曲を否定するのではなく、それを新たな展開につなげながら変革していくものです。これはまさにネオジャポニズムと言えるでしょう。彼らの表現は、 今までの曲を進化させ、新しい形で再構築することで、ファンに新しい驚きと感動を提供しています。私たちファンにとって、彼らの音楽と活動は常に楽しみであり、彼らの成長を見守ることができることは幸せです。特にガン・ユータが、神、ジンが好きと語るように、彼らの間の深い絆は彼らの音楽に強く反映されています。外野の雑音に惑わされず、 彼らがやりたいことを自由に続けてほしいと願っています。健康第一で、これからも素晴らしい音楽とパフォーマンスを届けてくれることを期待しています。このように、ナンバーアンダーラインアイの物語は単なる音楽の枠を超え、人間としての成長と絆、そしてファンとの深い結びつきを描いています。彼らの活動と音楽は、常に進化し続け、私たちに新しい驚きと感動をもたらしてくれます。 これからも彼らの成長を見守り、応援し続けたいと思います。彼らの未来がどのように展開していくのか、非常に楽しみです。この物語は、ナンバーアンダーラインアイだけでなく、私たちすべてにとってのインスピレーションとなり、彼らのように自分たちの道を歩み続けることの大切さを教えてくれます。彼らの音楽と活動を通じて、私たちは自分自身の可能性を再発見し、 新ししい挑戦に向かうう。勇気を得るることができるできょう彼らの成功は私たち全てにとっての希望の光でありこれからもその輝きを放ち続けることを期待しています彼らの物語はまだ始まったばかりですこれからも彼らの音楽と活動を通じて新しい物語が紡がれていくことでしょう私たちファンはその物語の一部であり 彼らととと共にに歩んででいいくここができることを誇りに思います。彼らの未来がどのように展開していくのか非常に楽しみであり彼らと共に新しい冒険に出発する準備ができています彼らの成功を祝福しこれからも彼らの成長を見守り続けたいと思います彼らの音楽が私たちの心に響き続け彼らの物語が私たちすべてにとってのインスピレーションとなることを信じています 彼らの未来が輝かしいものでありますように。彼らの未来が輝かしいものであることを信じています。これからも彼らの音楽は私たちに新たな発見と感動をもたらし続けるでしょう。彼らの成長と進化を見守ることは、私たちファンにとっての喜びであり、彼らと共に歩んでいくことは大きな誇りです。彼らの新しいプロジェクトや活動は、私たちにとって常に待ち遠しいものであり、 毎回の発表が楽しみです。例えば、彼らの最新アルバムがリリースされたとき、そのアルバムには彼らの過去の経験や感情が詰め込まれており、私たちはそれを聞くことで彼らの成長を感じることができます。アルバムの制作過程や彼らの思いを知ることで、私たちは彼らの音楽に対する理解を深めることができ、より一層彼らのファンであることに誇りを感じます。また、 彼らのライブパフォーマンスは、ファンにとって特別な瞬間です。彼らの音楽が生で演奏されることで、私たちは彼らのエネルギーや情熱を直接感じることができます。ライブ会場での一体感や彼らとの交流は、言葉では言い表せないほどの感動を与えてくれます。彼らのパフォーマンスを見ることで、私たちは彼らの努力や才能を実感し、彼らに対する尊敬の念を深めることができます。 さらに彼らの活動は音楽だけにとどままりません彼らはファッションや映画ドラマなどさまざまな分野でも活躍しておりそれぞれの分野で新しい挑戦を続けています彼らの多彩さとその努力は私たちにとってのインスピレーションとなり私たち自身も新しい挑戦に向かう勇気を与えてくれます彼らの成功は努力と情熱があればどんなことでも可能であることを示してくれます 彼らの活動は常に進化し続けています。新しいプロジェクトやコラボレーションを通じて彼らは自分たちの可能性を広げ続けています。彼らのクリエイティブなアプローチとその成果は音楽業界だけでなく広く社会全体にも影響を与えています。彼らの音楽は国境を越え多くの人々に感動と勇気を与えています。私たちファンは 彼らの成長を見守り続けることができることを誇りに思います。彼らの音楽や活動を通じて私たちは自分自身の人生にを